ら、これは家ですね。ほら、500円でセカンドストリートになってましたら。安いです。こうやって中に、粘土かなんかで作ったんだな、これ。で、それをと、固めたやつになるかなと思うんだけど、まあ、ここに、なんでしょうね、貯金、お金とか入れるやつになるのかなと思うんだけど、まあ、こういうふうに作り込みで、多分粘土かなんかじゃないかなと思うんだけど、そこにこう窓とか、こういったものをこうやって作り込んでるんだね。で、こういうふうにお店に仕上がってるという感じで、イギリス風の建物だよね。こうやって横の窓からね。まあ結構よくできてますよ、これね。で、イギリス風の、まあ、建物という感じでね。イギリスの建物って。で、大体こういうのって、まあ作りは簡単っちゃ簡単かもしれないけど、意外と高いんですよ、こういうの。買うと何千円とかするので、まあ、それがこうね、安く500円で買えた。前に来た時は2300円ぐらいだったかな。まあ、それでも結構したんですよね。で、2300円で売ってたけど、まあ、買い手が見つからなかったんでしょうね。で、このお値段になったんですが、まあ、なかなかこう、500円でもね、まあ、安すぎるかなっていうぐらいですよ。まあ、1000円でも安すぎになったぐらいだから、まあ、1500、600円ぐらいはしちゃうかな。でもまあ、なかなかこうやって家があってさ、こうやって模型として、車がこうやってブーって来てね、これトビカじゃないですけど、こうやってやってきて、ほら、ちょうどいい大きさでしょうからね。ちょうどいい大きさ、大きさなんで、なかなかいいなという感じのね、家で、まあ、これはなかなかいいなっていう感じです。どうもありがとうございます。